さあさあさあ始まりました、松尾亮のモーニングルーティーンでございます。先日沢通のナイトルーティーン、まあ朝やったけどなあれ、ナイトルーティーンが上がったということで、松尾も負けじと今回はナイトルーティーンを、あ、違うモーニングルーティーンを、ご紹介していきたいと思います。すでにちょっと目覚めてますな松尾が。ああ朝弱いですからね松尾は。ああ頑張って起きてます、頑張れ、伸びよしいいよし、ああ素晴らしい。さあこっからいよいよベッドを旅立って一日が始まるというわけでございます。それではよろしくお願いします。まずはね電気つけますよ、そりゃ電気つけて、はい半分しかつきません。節約ですね、節約という概念から半分しか電気はつきません。そしてね日当たり最高のこの窓ね、開けてカーテンを開けて伸びてちょっとエアコン、あ天井に当たりました、いいんじゃないでしょうかね、コンパクトなサイズ感。そして歯磨きです、7時5分、いいですね、歯磨きの瞬間をね皆さんにお届けすると、100発100中で歯茎から血が出ます。そしてタバコ吸うからですよね、歯茎から血が出るのは。まあいいんじゃないでしょうか。あ出ましたよ。そしてパソコンいじりを、まあ、朝のね日課としてやっているわけです。これは何を見てるのかな、あネギ盛りチャンネル見てますね、意識が高い、素晴らしい。一切笑ってない、全然笑ってないぞ、自分のなんだからもうちょっと笑いなさいよこれ。まあいいでしょう。あ出ましたね、朝ごはん朝食作りです。その日の冷蔵庫にあるやつを見て、まあ、即興で作っていく。おバジルが出てきましたね、ということはあニンニクがあるということで、これはジェノベーゼを作るんですね。朝からいいですね、朝からジェノベーゼ作る一人暮らし男子だってまあいないですから、素晴らしいですね。ニンニクを切ってね、でバジルをはいちぎって入れていくということですよ。これフードプロセッサーですね。あれこれ松の実っていうんですかね、なんかナッツ的なものを入れてミキサーしていくということですよ。これねドンキで買った1500円ぐらいのやつなんですけど、めちゃくちゃ見た目もおしゃれでいいでしょ、なんかお薬のカプセルみたいなね、いいでしょ、おしゃれで安いし。でさらにチーズとオリーブオイルを加えてもう一度ミキサー、素晴らしい。これ気持ちいいですよね、押すのがずっとやってたくなる、素晴らしいですよ、楽しんで料理してますね。そしてこれで、まあ、いわゆるバジルソース的なものが出来上がったということで、混ぜ、そしてパスタを茹でるときは台所にやったと、あ完成しました、いいんじゃないでしょうか、完璧ですね。これおそらく松尾も結構喋ってるんでしょうけど、もう自分の声でかき消してますね、いいんじゃないでしょうか、それはそれでねえ。あじゃがいもも入れました、後にレンジでチンしたじゃがいももバジルソースと混ぜて麺と混ぜて完成と。出ました、スタバの抹茶ラテです。これはね、ラジオの AD の荒川くんからいただいたホワイトデーのものということで、しっかり活用させていただいてます、ありがとうございます。あーミキサーじゃないわ、マドラーは使いません、お箸でしたね今、皆さん見ました、マドラーとかないんですね、お箸の反対側を使ってましたね。そしていよいよ実食、どうだ味の感想はどうだ、グルメレポートが出るか、いいのが出るか、どうだ、おいいね、一気に一口いっぱいいって、どうだ出るか、うまいが出ました、いいんじゃないでしょうか。あーうまい一言で終わった、10時身支度です、いよいよもう終わりが、あー来ました10時10分ぐらい、身支度が短い、すごく身支度が短い、あー家を出る、あ出る、あすいません、こんな感じです、ありがとうございました。